iPhone だとこのように表示されるんですね。皆さんこんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。料理人でスティームデックファンのオキです。ゲーム動画久しぶりなんですけども、今回はおそらくもしかしてまだ持ってなくて悩んでる方もおられるであろうスティームデック、これがないと最大 20% オフなんですね。過去最大引きです。私がこれまで発売日から使ってきましたスティームデックの経験とこの最大割引の価格を踏まえてですね、ちょっと今日は動画を作りたいと思っております。迷ってる方の背中を押せるような動画を作れたらいいなと思ってるんですけども、他社のゲームの比較ともやってみたいと思います。それではいきます。まずこの最大 20% オフですね。 Steam Deck の場合はちょっとややこしくて、この Steam からは買えないんですね、日本は。でどうやって買うかというと、コモドっていう販売ページがあるので、そこを出してもらって買っていくわけなんですけど、サマーセールはね、ゲームも同様7月14日金曜日、日本時間は、この金曜日の午前2時までです。これまでに悩んで決定してください。で私ね、わあ 20% か、安っと思ったんですけど、ちょっとねこの価格設定がすごく上手で、一番高いこの 99,800 円の分が 20% オフで 79% でもね、これ2万円ぐらい安いでしょ。で、私のね、YouTube の動画に、値引き率高いんで、これにしましたって書き込んでくださった方おられたんですけど、それ大正解ですよね。2万円も安いんでね、これお買い得です。で、真ん中が 15% オフ。で、私の持ってる、この、64GB の分は、10% オフで 53,800 円。大体実質6000円ぐらい安いんですよね。この6000円をどう取るかなんですけど、これがやっぱり皆さんがどのように使われたいかによって変わってきます。私はもうこれでも断然おすすめなんですけどね。このね、3種類の細かいところは、私の過去の動画で全部比較した上でおすすめしている動画があるので、もしよろしかったら、こちらの動画をタップしていただいて、ちょっとご覧いただければいいかなと思います。ちなみにこのコモドのサマーセールページが、iPhone だとこのように表示されるんですね。セール終了まで残り時間。やらしい仕様ですね。これまでに早く買ってくださいということですね。まあでも分かりやすくていいかなとも思います。皆さんの使い道でっていうことなんですけど、ぶっちゃけね、まあ一言で言いますと、この 64GB、この 512GB、この2つで比較すると、もうハードゲーマー向け、つまりたくさんゲームを入れてたくさん遊びたい方はこちら。で、私みたいに、まあ、時々持ち歩いて遊びたいっていう方はもうこちらで十分です。はい。っていうのは、今ね、私ずっと使ってて、この内蔵ストレージ 64GB の分ですね。もうだいぶ結構使ってしまってるんですけども、それはなぜかというと、今もうゲームこんだけ、ここからマイクロ SD が入るんですけども、マイクロ SD カード 512GB を入れてまして、そちらはね、今半分ぐらい使ってます。ゲームはこの 61GB の、最近日本語化になったんで、これちょっとまたレビューしたいんですけど、これとか40GB、30GB。結構ね、大型ゲーム入れても、この程度の、これぐらいの部分を入れても、私の場合大型ゲームと、この軽いゲーム、半々ぐらいですね。これでも全然余裕あってまだ使えるんですね。ちょっと、大きいゲーム遊んで、まあ、前までファイナルファンタジー7入れてたんですけど、もうクリアしたんで、それを外して、他のゲームを入れたり、これじゃなくてこのゲームがいいなっていうので入れ替えて持ち出したりっていうことがめんどくさくなければ、もう全然こちらの 64GB で大丈夫です。で、さらにこちらをおすすめできる方っていうのは、実はね、もう、この Steam Deck 発売以降も、続々とこの携帯ゲーム機って結構出てるんですね。で、それらはもう Steam 専用じゃなくて、Windows パソコンなんで、Windows のゲームだと何でもできるんです。つまりこの Steam Deck の場合は、ちょっと Steam の中でもさらにできるゲーム、できないゲームとかがあるんですけど、Windows 搭載の携帯ゲーム機ならば、
どのゲームでもプレイ可能っていう、実質はそうなんですね。ですので、たくさんゲームを入れたい、もうガンガンやりたい、もう絶え間なくゲームをやってるっていう方はもう、こちらおすすめですね。で、さらにやっぱり、この値引きがね、20% オフなんで79%。この値段っていうのはすごい安いですね。で、ちょっとね、比較になるような、Windows のゲーム機をちょっと見ていきたいと思うんですけども、例えば99,800円。値引きのない価格帯の99,800円だと、そういった Windows ゲーム機が視野に入ってくると思うんです。で、そちらをちょっと比較したいと思います。あくまでこのマイナス 20% のこの価格は、狙い目です。はい。ですが、99,800円のこの割引なしの場合、こういうのも視野に入ってくるっていうのをちょっとご紹介したいと思います。まあ皆さんご存知かもしれないですけどね。これはね、先月発売になったこの ROG エイライ。これはね、Steam Deck と同じ7インチの液晶で、Steam Deck よりちょっと軽いですね。で、さらにこの、なんといっても、リフレッシュレートがすごい、120ということで、重たいゲームでもサクサク動くようなイメージです。さらに 512GB なんで、Steam Deck の最上位の分と同じ容量になってますね。価格が 109,800円。だから最上位の値引きなしの価格の1万円高い形になるんですけども、一つちょっと新しい分、軽くて表示もなだらか。で、Windows なんで、Xbox のゲームもできるし、Steam のゲーム相対的に全部動くと思います。まあそういういいとこばっかりなんですけど、とも限らないですよね。これね、私持ってないんではっきり言って、あんまり大きい声で言えないんですけど、海外のまあレビュー動画とかを見てますとね、皆さんやっぱりバッテリーがかなり持たないんですよね。Steam Deck よりもバッテリー持たないです。この値段っていう。ここをどう取るかですね。さらに、私これ面白いなと思ってるのは、この GDP Win4 キーボード、スライドするとこのキーボードが出てくるんですよね。これも Windows パソコンなんで、要はここで Windows のような使い方もキーボードを出すとできるということですね。512GB。これはね、1TB、2TB とかそんなのも選べます。気になるのはこの軽いんです。ですが、この6インチなんですね。液晶が1インチ小さい。この小さい液晶でこの物理キーボードを使ってパソコンの仕事ができるかといえば、まあちょっとほぼ補助的なことになりますよね。仕事をするというよりはおまけ付きな感じで、このギミックがね、ガチャッとこれがかっこいいなっていうところでワクワクするような機体だなと思います。気になるお値段なんですけど、129,800円。携帯ゲーム機としては結構なお値段になりますね。で、この、まあ軽さがね、これ600g切るのですごく軽いんですね。だからもうちょっとだけパソコンの要素を常に持ち歩けてゲームをメインにやるという6インチでもいいよっていう方で懐に余裕がある方はこれも選択肢に入るんじゃないかなと思います。これ現行販売機で後継機2023っていうのが8月に発売予定だそうなんですね。そうなるとまた待ちたいなーという方もおられるかなと思います。この新しいのも気になりますね。もう一つご紹介しますね。この OneX プレイヤー2。こちらはね、またまたこの面白くて、まるでこのスイッチのようにこの外れるんですよね。で、キーボードを、これオプションなんですけど、オプションのキーボードを買うと、このような形でカチャッとこう映るんです。で、これをパタンと閉めると、まるでサーフェスのような使い方ができます。で、液晶がこれ8インチあって、他のゲーム機よりもちょっと大きいんですよね。だから、若干迫力のあるゲームもできるし、パソコンとして使うにも、このオプションを足すと視野が広くなるので、若干パソコンとしても用途が使いやすくなるような感じですね。これ後ろにね、キックスタンドがついてるので、ちゃんと立ててできるようになります。まさにね、この UMPC、パソコンとしての選択肢もこのゲーム機だとありだと思いますね。タブレットスタイルで別売りのスタイラス、別売りのペンで直接書き込むこともできます。なかなかいいですよね。なんかこれもね、すごく面白いゲーム機なんです。ね、こんな感じでパソコンとして使ったり、ノートを取ったり、絵を描いたりっていうこともできます。で、こちらのお値段が182,000円。ガッと上がります。これはゲーム機、1TB ですね。ストレージは1TB なんですけども、液晶 8.4 インチ、大きい。
なのでちょっと贅沢にゲームをしたい、仕事もちょっとできたいっていう方はこれ選択肢に入るかな。でもこれだと Steam Deck の最上位モデルが定価で2台ぐらい買えるっていうことですね。どうでしょう。さらにさらに新しい情報として我々を驚かせたのがプレイステーションの携帯端末ですね。これめちゃめちゃかっこよくて、あ、これ出たらめっちゃいいなと。プレステ5持ってる人はプレステ5のゲームを買わなくても、ここの中にその5のゲームを持ってたらこれで遊べるっていうね、あ、すごいなと思って、今情報をこのホームページで見たんですけど、どうもねこれは Wi-Fi 環境でしか使えないって書いてるんですよ。おそらくプレイスタイルとしては広い家のリビングにこのプレステ5があって、でベッドルームや自分の部屋でちょっと遊びたいなと思ったらこれを持ち出して家の中で遊ぶっていう感じのものになると思うんですね。それだとちょっとね、僕らが思ってる携帯ゲーム機とは違うので、これどうなのかな。外出先でも本体さえ起動してたら Wi-Fi で遠隔操作できるということですかね。詳しい方もしおられたらコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。いろいろ見ていきましたけど、そういったゲーム機が視野に入る方でも、まあどっちかというともう Steam でしかゲームしない、さらにこの今回のセールで迷われてるっていう方は、私はもうこれね、この3つのどれかおすすめしたいと思いますね。しばらく使ってますけど全然後悔もしてないですし、 Steam Deck ね、この画面小さい分古いゲームでも新鮮に遊べるんですよ。だから積みゲーなんとかちょっとずつでも外出先でやりたいなということもぜひこれおすすめしたいと思います。今注文したら全部在庫あるんです。在庫はあるんですが、納期が発送予定に 1、2週間取られるんですね。だから Amazon みたいに今日注文したら明日届くっていうもんでもないです。なのでまあどれか選んで購入した後は4月14日までに Steam のゲームを思いっきり吟味して、Steam Deck で遊ぼうと思うと Steam のゲームで緑色か黄色のアイコンのもので探せば、この期間にとことん探しておいてこの到着をワクワク待つと、これがベストな買い方ではないでしょうか。ちゃんと背中を押せたかどうかわからないんですけど、とにかくね、私の過去の動画でいろいろ参考にしていただけるものもあるかと思いますんで、よろしかったらもう一度見てみてください。 Steam のこのストアカテゴリーってありますね。カテゴリーのデックで快適に操作、ここをクリックすると、条件満たしてる分が出てくるので、ここからまあ好きなジャンルを選んで好きなのを買っておけば Steam Deck が届いた時にもうガンガン遊べるということになります。はい、気にせずにね。はい、これはまああくまで緑の快適に操作の分なんで、これ黄色の分でも遊べます。はい、それはもう大丈夫ですので、中には遊べないゲームがあるっていうところだけちょっと気をつけていただいたらいいかなと思います。 Steam じゃないゲームを動かそうと思えば動かせますので、そのあたりも私の過去の動画をご参照いただけたら嬉しいです。というところですね。じゃあ私もまた今からウサマーセールギリギリまで何を買うか粘って考えたいと思います。本日もご視聴くださりありがとうございました。もし参考になったという方おられましたら、いいねお願いします。それでは皆さん、毎日暑いですので、お体気をつけてお過ごしください。さよなら。